なんかもう本当どこでも撮れますね。なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎とユージ・レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。というわけで、キャプテンビヨンド、キャプテンビヨンド、なんか使わない率高いんだけどね。ね、なんかちょっとイメージなかったっすわ。なんかね、いいですよ、その B 級だなっていう、で、ドラムがうめえなっていう感じがいい。これもね、割と打率は高いんだよね。それだってね、ゆうさん常に勧めてますもんね。そう、最高だから。悩ましい。最も高いんだ。もしくは、これはこう中期にしたい。なんとなく。ああ、なるほど。で、アースバウンドはあるから、初期はもう危険だよ。あとあの、でも最近俺もビート好きですよ。7インチでこいつがあるから。はいはい。だから初期は7インチ、名曲は7インチで埋める作戦だから。うんうんうん。そうすると枚数が少ない。ビートいいよね。ビート最近いいなって思ってます、ね。まあやっぱりニューロティカが入ってるから、じゃあビート持ってくとか渋すぎない。でもクリムゾンですよ。返事になってないか。うん、そう、ね。まあベタベタにね、このね、この人持ってくのもあいいですね。ああ、いいんじゃないですか。エグザイルを冷静に聞く時間。なるほど。放浪者。じゃあ、こうか。あの、いや、そんなに多め偏ってんじゃねえかな、ね、今、どっちも持っていこうとした。うん。まあ、要領次第だよね。俺は嬉しいけどね。俺、いないけどね。そう。傍観者。ウリー・コバハンですか、あれは。あ、本当だ。君は持ってくんだからいいよ、そういう主張しない。という感じで現在旋盤中でございます。なるほど。リッチバイナルウェポンに向けて。リッチバイナルウェポンに。ああ、いいかもしれない。ああ、これはあ、う、はい、リッチバイナルウェポンに向けてひたすらこう、なんですかこういうの、こう擬音だけで会話していく。回ですね、今日はね。あー、なるほど。それはいやーとか言ってね。いやー、ほんとですよ。でもそっか、ワンナイト分あればいいのか。ワンナイト分あればいい。なるほど。まあ大体こういうのってでもかけてみねえとわかんねえんだよな。あれがあればよかったのにって後でなんない。なんかあの JB とか違うんですか。そうするとこう繋がる前後をもうちょっと持っていきたくなるよね。ああ、なるほど。ある程度そのなんていうんですか、カラーは整えつつにしないきゃいけないんだ。やっぱしなくても大丈夫なようにこういう自分には音響系って言ってるやつがあるんで。うんうんうん。ああ、なるほど。スリーね、いいよね。今こうブラックの率はこういう風になるから。うん。これを挟むには。確かにもうちょっとあってもいいかも。グルーヴ系がファンキーナストはあるから、うん、7インチで登場しますからね。え、あいつはいるか。あいついないの。パリリトン、はい、パリリトンはもうやった、別の方法で出す、へえ、ように今回はしてみる。パリリトンなんていくらでもあっていいんだから。何枚やってもいいですからね。300枚くらいあるらしいけど、噂によると本当なのかな。あ、そのポリリトも楽団が出したアルバムがってこと。そうそうそう、なんかすごい数あるんだって。へえ。レゲエとかいきなりぶち込んでいいのかな。あ、でも面白そうですね、レゲエ。まあじゃあ一応これとこういう分類になってくる。これはこう勢力図が見えてくるよね。はいはいはい。ジェームズ・ブラウン、あ、そしたらまあその背でなんとなく言っただけなんですけど、背でね、はい、ちょっと
お利口すぎるかな、こういうアルバムは。IQ の高さを感じ始める。なんだろうね。まあという感じで、お送りしております、スーパーダイナマイトハウスでございます。お、珍しい。あ、2月になってる。あのベヘリットみたいな感じね。な、何ベヘリット。何ベヘリットって。あれだよ、ベルセルク。なんだっけ、ベルセルクの卵。ベルセルクあんま知らない。卵、あの食を、食を刻む。あー、まあ見たらわかんだろうな。血まみれになった時にベヘリットが目を開いて、あのグリフィスがカニになるっぽい感じ の開いた時ベヘリット味がある2月でございます。はいはいはい。ねえ、カレン、あ、そっか、あといくつあるんだかなってめくれないんだから、こっちはね、ほんとガチ勢だよね。いやいや、そうだって、曲飛ばさないでしょ。飛ばすやついるんだイントロだけチラチラチラってね。うんうんうん。俺はもう冷静に、あの1ヶ月ずつ聴いてるから長えとか言ってやっぱ熟成した頃にめくれるのは楽しいですよ。あ、なるほどね。あ、こういう印象なんだねって。うん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 、なるほどねって言ってね。自然と部屋のカラーが変わるからね。うん、確かに。そうだ、今なんかやけにこうベヘリットな感じに今日なって、今回なってっから、うんうん、今月は。でもやっぱそういう意味で言ったらこれは撮ってよかったな。ああ、ほんと。こういう感じは。ベヘリット顔。うん。まあ確かになんかこう、可愛くないもんね。うん。いいと思う。うんうんうん。やっぱほら、カラーないと、いろんな、ね、せっかく12あるんだから。そうね。うん。ちょうどそのカラーの話はね、私も今、作品で考えているところですね。うんうんうん、作品というかライブか、うん、なんかこういろんなカラーがあると楽しいんだなってことに最近気づいたよ。うん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 。ダメだ、ちょっと選んじゃうからやめよう。あ、先番一旦やめて見ないというわけで、この前ディープカウント、おお、1月28、その話してないのか。マイビアスしてないか。はい、ディープカウント、なんか誕生日だった人がいたらしいね。ね、1月28日にね。どうやらその人、そのディープカウントのライブに向かうまでに、うん、極安の古着屋見つけて、はあ、パンツ315円で買ったらしいですよ。おお、いい戦闘地だね。いい戦闘地、びっくりした。素晴らしい大当たり。行きましたね、ディープカウント。おお、そうだな、行った行った行った、最高だった。いやー、福島さんだったね。そうですね、福島無双だったね。まあでも俺はやっぱそのまあまあ、そう、福島さんはそれは無双してたんだけど、うん、なんかディープカウントを味わえてよかったなって思いましたね。素晴らしかったね、あの元気なおじさんたちが、うん、おじさん、お客さんも元気で、うん、元気なおじさんたちが最高だったな。なんかね、皆さんやっぱそのディープカウントが3年ぶりでしたっけ、うん、そのぐらいみたい。からなんかみんなもなんか久しぶりみたいな声もね聞こえたりね、うん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 、してね。実際に自分も久しぶりに会う人間が何人かいて、うん、よかった。まあとかディープカウントのメンバーもちょっと会ってなかったしね。うんうんうん、うん、あのそう、あのディープカウント聞いてて、沖縄の歌あるでしょ、うん、ノートオブ沖縄だね。あれ聞かなかった、沖縄で。はあ、いや、車の中で聴いたのって別のやつ。車の中で聴いたのは脊髄ってアルバムだから違うね。違うか、うん、いやなんかその沖縄の歌歌ってるじゃないですか、うん、でそのまあ曲と歌の背景に見えたのが、あのドライ、その車運転してさ、うんうんうん、あのなんかここ米軍のと基地かなみたいなとこ通ったじゃないですか、うんうん、あれがなんかバッチリハマっちゃって、うんうんうん、うわーってなんか個人的エピック体験だったんですよね。ああ、やっぱその知ってると、風景を知ってるといいよね。いや、めちゃめちゃ良かったですね。あ、それはわかるな。刺さりまくったっすね。ああ、いや、いいよね。あのてか、あの日はそのディープカウントってこうゆっくりな曲もいっぱいあるから、うん、でだからこう早い曲も映えるというか、うん、そのコントラストが上手なライブだったな、特に。なんかこうハマってたよね、ノートオブ沖縄。あの曲
リッチフォーエバージャパンツアーってアンダーグルーブランドを呼んでツアーやった時のディープカウント、うん、僕それ初めてディープカウント対話したんだけど2017年だそう、その時まだノートオブ沖縄完成してなくて、だけどこうなんか海外から来た人間に伝えたいっつって詩だけ読むみたいな、へー、確かそういうことをやってた曲なんだよね。プロトタイプじゃないけど、でもだ曲がないんだもんだって。そうですよね。そうだから日本語で伝わんないと思うけどみたいな確か始まり方で、こう粛々と詩を読むってのは記憶にあるな。すげえ。やばいよね。でなんかこう姉さんたちがおおってなってるみたいな。大丈夫そう。そんななんかなんか響いててよかったみたいな。そうそうそう。なんかそういう曲だ。あ、なんかちょっとだからこう自分も思い入れ深い曲だね、あれは。そしたら曲が完成して、あ、曲できてるみたいな。ああ、なるほどなるほど。詩が乗ってるってなって、なんか思い出あったね。それが入ってる、その、アナログも変えましたし。ロードな。ロード。これだね。あ、ロード持ってくか。またなんか始まっちゃう。選び始めちゃうからやめよう。で、ロードあるじゃんみたいになったじゃないですか。で、こう、T シャツと一緒にね、買ったんですけど。ああ、そうだった。でその後あのノブさんのところに行って、うん、アナログ変えましたって言って、うん、ずっと欲しかったんですよっつったら、うん、ああありがとう嬉しいよでこう胸に手を当ててやられた時にかっこいいみたいな、マジでロマンチストのゴンゲだからね、いやしびれましたね。かっこいいよね。いい、いやそのなんかこうああいう風に大人でいてくれてるのが嬉しいよね、うんうん、真似したくなる、真似したくなるけど俺がやったらダサそう。そうね。なんかいやあれはなかなかすごいよ。いやすごいよね。あの言ったけどこれいろんな人に言ってるけど、あの人メールでもああだからね。ああねらしいですね。めちゃくちゃ面白い。メールの時点で声が聞こえるから、うん、文章がエピックなんで、文章がもうエピックすぎる、プログレッシュすぎ、変拍子しすぎで。そうそうそう、いやなんかディープカウントはまたこれを機にライブも再開してるみたいで。ああそうですか、うん、また4月もやるって言ってたな。うん、いいね。その福島さんってのは結構あの台湾のシンガーの方と一緒に活動していて、で一時期なんか帰ってこれないとかなっちゃったの、あのCOVID影響したので、うん、そこら辺がようやくなんか落ち着いて帰ってこれた影響もあり再開できたのかな。ああなるほどね、うん、でまた今後はその行き来する生活の中でやっていくみたいだからね、うんうんうん、自分のイベントにも呼びたいし、いいことですね。いいこと。あんな素晴らしいバンドがまた再活動再開というか、そういいことですね。素晴らしいです。福島さん、あの人もうだって海外行くからっつって、そのレッスン、自分がやってたレッスンも人に託しちゃうし、うん、なんかあの人ね割とこう大胆にこう何こう人に渡していくスタイルだから、ね。へえ。だから結果的に日本ではバイトしてるらしいからね。おいやだそういう話はこの前そう2人でスタジオに入ったんだけど、そういう話をなんかたくさんした。あんなにうまいのに。まあね、だからそのやっぱうまい人っていうのは無限にいるんだなって思うよ。こう日の目の当たり方っていうかさ、どういうふうに認知されてきたかなんだろうね。なるほど。のなんだろう、福島さんのドラム私はすごい好きで、あのドラムマガジンの3なんだっけ、その書に載せてもらった時に聞くべき3枚の1枚にディープカント入れたぐらいだから、ね、あーはーはー、ってのはまあ今更僕はゼッペリンとかどこ行ってもしょうがないじゃん、はいはい、誰でも知ってっから、うん、だからこういうのを聞いてみたらどうかなっていう意味で3枚あげたうちの1枚にディープカント入れるぐらいですが、うん、まあ、つまりそのうん、世の中が欲しい、うまいに、まず、こう、現代が欲しがるうまいに該当しない可能性があるのと、まあ、つまり、おそらく、そういう人も無限にいるんじゃない？そういう人っていうのは、福島さんみたいなうまいドラマ。ああ、なるほどね。に、我々が知らないだけで、
本当はああいうスタイルの人がいっぱいいる中の一人なのかなって思うしかないよね。まあそうですね、うん、いやそのぐらい、そのぐらい凄まじいドラムを叩くからね。いや凄まじかったですね、うん、やっぱその今日なんだ音がいいんだよね。わかるっす、わ、うん、かる、ね、音色とタッチが良いので、これだからすごすぎて笑ってましたもん。いやあれは強烈だよな、へへへみたいな。面白いのがだから実はテンポは結構よれるんだよね、うんうん、それを感じさせない能力が高い。だそれはバンドの能力だよね、うんうんうん、バンドの能力が凄まじく高いし、なんかそこにちゃんとグルーヴとしてハマってる。だからテンポとか全員知らないって言ってたよ。へー、数字で測ったことねえとか言って。じゃあもう本当でもなんかあるべきバンドの姿って感じですね。いやー素晴らしいよね、うん、だからこう別にみんな走るしみんなもたえる、その日のコンディションで発生するっていうことだよな、うん、そういうことですよね。そういうこと、俺が好きなのはそういうことだ、ね、うんうんうん、でなんかこう面白いのが確実に走ったのに終わった後ノブさんがいやさっきの遅かったみたいに言う時もあるらしい。あマジでとか言って、はい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 、だからやっぱ各体感があるっていう、こうね、その日のコンディションテンポ感なんて決まるしね、うんうん、そうそう、そういうのがすげえ面白いよな、バンドらしい。まあね、そのラーズもね、むちゃくちゃなマスターオブパペスとかやりだしますしね。ラーズはコンディションじゃないから。何ですか、あれは。何だろう、あれは なんて言ったらいいんだろうね。あれコンディションっていうかはそのテンポじゃないから、概念が。なるほど、俺だから。ああそうそう、だから気分とも違う、気分とも違う。ああ、あの何でもいいから合わせてっていう。ああああ、なるほどね。で合わせられるフロントマン、はい、うん、そこが問題だよね。そうです、合わせらんなかったら変わってたと思うよ、はい、ちょっと練習しようかなっつって、うんうん、けど いけんだって。そう、ええ俺がやるよ。そうそうそう、結果に誘引だからね。まあ不可避だよな。申し訳ないけど。本当に、いや、あ、まあそんなことないんだろうけど、本当に全責任背負ってる感じがマジでやばいよね。まあだってね、ギター、ボーカル、リズム、はい、メロディー、メロディー、笑えば、笑えばね。うん。勝手に言ってるけど、どうしよう、どうしよう、めちゃめちゃ悩んでたら。それはそれですっげえ申し訳ないね。うんうん、なんかごめんね、楽観的に言っちゃってみたいな。うん、俺だって悩んでんだよみたいな。あれ何でしたっけ、あの3回のモンスターでしたっけ、うん、なんか俺の話は聞いて、なんか俺の意見が通ったことはないみたいなこと言って、俺はずっとだよってカークが言ったの。それでってなっちゃう。てんてんてんて、うん、あの3回のモンスターでカークが唯一言うのがギターソロがないなんてありえないっつって。ああ、はいはい、それでセンターガンにギターソロないから、ね、あ、ありえないが覆えんだなみたいな。さすがだよ、上手なんだろうな、コミュニケーションがうまいギタリスト、それがカークハメット。カークハメット、ま、2週連続カークハメットの話してる。エピック、オーエピック。